第一次バーバリ戦争。第一次バーバリ戦争。第一次バーバリ戦争。ファーストバルバリーウォー、1801年から1805年は、アメリカ合衆国と地中海の北アフリカ沿岸のバルバリア諸国と呼ばれたオスマン帝国の支配下で独立した政権を維持し、オスマン帝国から任命されたパシャが統治する独立再参州の一つであるトリポーリとの間で、 行われた戦争。このため、トリポリ戦争の別名がある。なお、この戦争は、アメリカ合衆国が独立して、最初に経験する、戦線布告の手続きがされた正式な対外戦争となった。この頃の地中海沿岸の北アフリカは、オスマン帝国の独立再三州として、純独立地域の状態にあって、バルバリア諸国と呼ばれており、主に、トリポリ、 チュニス、アルジェの三つの地域からなっていて、それぞれに独立した政権が存在し、オスマン帝国本国からは、パシャとして任命されて統治していた。バルバリア諸国は、自前の武装組織として、バルバロスハイレッディンらを排出したバルバリア海賊を要しており、その武力を背景に、オスマン帝国の保護下で、地中海を通過する商船の船舶国から通り量と、称する、 情納金を徴収したほか、商船を襲って得たキリスト教徒の捕虜を人質にし、その国籍国と交渉して、身の白金を得ており、身の白金が得られない場合は、奴隷として売り飛ばすことも厭わなかった。また、イギリス、フランス、オランダ等の強力な海軍を要する国家は、強力な護衛艦隊を随反させて通行料を納めなかったものの、互いにバルバリア海賊へ資金提供して、 互いの商戦を襲わせるという状況であった。なお、1783年に独立を達成したアメリカ合衆国は、豊富な森林資源による造船コストの安さにより、独立前から海運業が発達していた。独立達成直後は、バルバリア諸国の要求通りに通行料を支払っていたアメリカ合衆国政府であったが、その通行料は年を追うごとに値上がりし、 国家財政を圧迫するようになったため、1801年にアメリカ合衆国大統領に就任したトーマス・ジェファーソンは就任直後から支払いを拒否する姿勢を見せた。そのような経過の中、アメリカ合衆国政府がバルバリア諸国のパシャたちが要求する金額の通行料を支払わなくなったため、アメリカ合衆国戦績の商戦がバルバリア海賊の襲撃目標になり、 襲われ始めるようになったアメリカ合衆国が通行料を要求通り支払わないためバルバリア諸国と呼ばれたトリポリ、チュニス、アルジェのパシャたちはアメリカ合衆国政府に対しこれまで滞納していた通行料の一括払いと年間の通行料の速やかな支払いを公式に連名で要求してきた。しかしアメリカ合衆国政府は 国家の方針として通行料の支払い拒否を打ち出して、イタコからこれを拒否し、実質的な海賊の懐に資金が流れるのを、良しとしないアメリカ合衆国の海運業者はこれに協力しようとしなかった。このような経過で、アメリカ合衆国政府は通行料支払い拒否の平和的解決のために、ウィリアム・ベインブリッジを交渉に向かわせた。しかし、 バルバリア諸国のパシャたちは納得しなかった。なお、この時ベインブリッジは最初に寄港したオスマン帝国の首都であるイスタンブールでトリポリへ行くよう指示されトリポリ入港にあたってオスマン帝国の国旗を掲げて入港させられるという屈辱を味わっている。この反応に危機的なものを感じ取ったアメリカ合衆国は艦隊を組織して地中海に派遣した。 このまも地中海を通過するアメリカが衆国戦績の商船はバルバリア諸国の敗下にあったバルバリア海賊に襲われ続け抑留された捕虜に対するアメリカが衆国からの身の代金の支払いも滞るとみや違約金代わりにキリスト教徒の捕虜を奴隷として転売する姿勢を見せ始めた。1801年5月14日、当時のトリポリの支配者であり、 トリポリのパシャであったカラマンディー・アサノが在トリポリアメリカ合衆国領事館の正常期を旗竿から切り落とすという暴挙に出たため国旗に対する公式な侮辱であると受け取ったアメリカ合衆国との間で緊張状態になったこのような中6月1日アメリカ海軍のリチャード・レール率いるプレジデントフィラデルフィアエセックス及びエンタープライズからなる 戦術の艦隊がジブラルタルに到着している。6月14日、トリポリ側がアメリカ合衆国に対して海戦を通知したため、正式に戦争状態に突入した。この時、派遣されたアメリカ海軍の艦隊は、トリポリ側が約2万5千名の兵員と24隻の戦闘艦を要していることから、正面攻撃を行うわけにもいかず、遠巻きに、 トリポリに対する海上封鎖を行い、地中海を通過するアメリカが衆国戦績の商船の護衛を行っている。1801年8月1日、物資調達のためにアメリカ海軍の船体を離れて単独行動を行っていたアンドリュー・スターレットの指揮するアメリカ海軍のエンタープライズとトリポリ側のポラッカとの間で際の戦闘が発生した。この時は、 アメリカ海軍が一方的に攻撃してトリポリ側のポラッカを戦闘不能に陥れ戦利品としての確保の命令を受けていなかったアメリカ海軍のスターレットは武装解除の上で釈放していいアメリカ海軍のスターレットは釈放に際しマストを切り倒して航行できなくしたためトリポリ側のポラッカは歩によって帰還することができなくなったなお戦いで大破し 釈放されたトリポリ側のポラッカは、やっとのことでトリポリへ帰り着いたが、それを待っていたのは、当時のトリポリの支配者であったユスフ・カラマンリによる激しい日であり、この戦いにおいてトリポリ側のポラッカの指揮官であったレース・マホメット・ラウスは、指揮権を剥奪された上、ユーロバに後ろ向きに座らされ、羊の蝶を巻かれて通りを引き回された後、足の裏を五百回叩かれるという厳罰に、 処せられている。1803年10月3日、アメリカ海軍は艦隊司令官をエドワード・プレブルに変え、コンスティチューションを機関とする増援艦隊を派遣した。1801年8月1日の戦闘以来、小競り合いはあったものの、大きな戦闘は発生していなかった。プレブルはシチリア島のシラクサに艦隊の根拠地を構え、指揮を取ることとした。しかし、 作戦行動を計画中の1803年10月31日、派遣艦隊の中核的存在であったフィラデルフィアが、トリポリ側の小型艦を深追いして座礁し、艦長の時間帯と重なって離床できなくなって、トリポリの砲艦に打破され、ウィリアム・ベインブリッジ艦長以下上、組員307名が、トリポリ側の捕虜になる事件が発生した。この事態を重く見た、プレブルは、 捕虜になったベインブリッジからの手紙での提案もあって、打破されたフィラデルフィアがトリポリ側の手によって戦力化されるのを防ぐため、事前の会議でフィラデルフィアの破壊作戦への従事を志願していたスティーブン・ディケーターに対してフィラデルフィアの破壊を命令した。命令を受けたディケーターはイントレピッドと解明したトリポリ側から打破したケッチ漁船に兵員を乗せ、 夜間に送り込んでフィラデルフィアを破壊する作戦を立案し、1804年2月16日に作戦を実行した。現地の漁船に偽装し、募集した志願者76名を乗せたイントレピッドは、艦内に収容しきれなかった約10名を上艦般に乗せていたものの、トリポリ側に怪しまれることなく要塞の砲台の真下に係留されていたフィラデルフィアに接近。 アメリカ海軍の完全な奇襲となった。この戦いは、フィラデルフィアの左舷にイントレピットが強光源の後、水兵の切り込み隊を送り込み、短時間の白兵戦で、フィラデルフィアを制圧し、イントレピットから持ち込んだ、可燃物に放火して退却した。なお、当時トゥーロン港の海上封鎖作戦に従事していた、ホレーショネルソンは、この作戦の成功を見て、 東大で最も大胆かつ勇敢な行為であると称賛している。フィラデルフィアを処分し、高校の憂いを断ち切ったアメリカ海軍は本格的な作戦行動を開始することになった。フィラデルフィアの一件でトリポリ沖の浅瀬における行動が大型艦にとって危険なことは明らかになっていたので、アメリカ海軍のプレブルは当時のシチリア国をフェルディナンド三世に 砲艦石とボムケッチ2隻を借り受けて戦力を整え1804年8月に入ってから複数回にわたってトリポリの市街と要塞に対する艦砲射撃を試みている。特に1804年8月3日の艦砲射撃では応戦するために出てきたトリポリ側の艦隊との改善が発生しトリポリ側の砲艦が撃沈されている。しかし、 陸上への効果的な砲撃ができる艦艇の絶対数が不足していたため、トリポリの死街と要塞に効果的なダメージを与えられず、この後に行われたミノシロキン4万ドルと引き換えに捕虜となったフラデルフィアの乗組員の解放を要求する交渉は不調に終わっている。この時、ユスフ・カラマンリはミノシロキンとして20万ドルを要求している。 このような状況を見たアメリカ海軍のプレブルは、次の策として、イントレピットに大量の爆薬を乗せ、決死隊の操船によって、トリポリ側の白地に侵入、爆発させて、敵艦を一網打尽にする作戦を9月4日に実施したものの、フィラデルフィアの一件で警戒を厳重にしていた、トリポリ側に発見され、要塞砲の攻撃によって載せていた爆薬が爆発し、艦長以下上、 組員12名全員が戦死している。その直後の1804年9月10日、率いるアメリカ海軍の増援艦隊が白草に到着し、艦隊司令官がエドワード・プレーブルからサミュエル・バロンに変わっている。バロンはこれまでの状況から以前の遠巻きの海上封鎖に作戦の方針を変更している。海上封鎖によってトリポリ側の根拠地の制圧を試みた。 トリポリ港の戦いでの作戦行動は、官邸の絶対数が足りず、トリポリ側の要塞砲とトリポリ沖の浅瀬に阻まれて徹底した攻撃ができなかっため、フリゲートを失うなどの損害の割には、成果の少ないものになっていた。また、以前からトリポリ側の支配者階級における不和に目をつけていた、前在中にスアメリカ合衆国領事で、アメリカ陸軍の将軍は、 より直接的な解決のため、艦隊に同行していたアメリカ海兵隊の文献隊を陸路で派遣して、トリポリ側の根拠地を占領する外、前のパシャで、弟のユサフカラマンリに地位を乗っ取られ、エジプトに亡命していたハメットカラマンリ、ハモットカーアーモンリーを担ぎ出し、政権転覆を格索する作戦を提案している。この時イートン将軍は、100名程度の、 アメリカ海兵隊の派遣を派遣艦隊の司令官に要求したが、7名しか派遣が認められなかった。1804年11月、アメリカ海軍のバロンの命令によって派遣された、プレスリー・オーバノンを隊長とする7名のアメリカ海兵隊の文献隊は、イートン将軍と共にエジプトの港町であるアレクサンドリに上陸した。アメリカ海兵隊は、ハメット・カラマンリを探し出し、 ハメット・カラマンリの人望とアメリカ海兵隊の努力により約500名のキリスト教徒及びイスラム教徒による傭兵隊を組織すことができた。1805年4月27日、45日間に渡る皇軍の末、トリポリ側の根拠地であるダーネに到達したアメリカ海兵隊は傭兵隊と共に攻撃を開始した。アメリカ海軍の艦艇による 艦砲射撃の援護もあって、アメリカ海兵隊と洋兵隊は、攻撃を開始したその日のうちに、市外へ突入し、ダーネにおけるトリポリ側の守りの要であった要塞を占領して、ダーの市外を制圧した。この時、プレスリオバノンは、自身の危険を顧みずに占領した要塞の上で、正常機を取り出して振っている。その後、 オバノンの率いる部隊は4月28日に到着したトリポリ側の援軍による反撃にあったものの後発のイートン将軍ほか2名の率いる約800名の傭兵隊が到着するまで持ちこたえたことにより5月13日までにトリポリ側は撃退されダーネを完全に確保したダーネの戦いにおいてアメリカ軍が勝利した結果 アメリカ軍がトリポリ側の最大の根拠地であるトリポリに迫る勢いとなったためトリポリのパシャであるユスフ・カラマンリは今までの強硬な姿勢を軟化させトリポリ港の戦いで打破されたフリゲートの乗組員の身代金6万ドルと引き換えに今後アメリカ合衆国の船舶に対して通行料を課すことなく安全な航海を保障するというメリカ合衆国の要求を承諾したため 1805年6月10日、講和条約が締結され、第一次バーバリ戦争は終結した。トリポリがオスマン帝国における独立再三州として、純独立地域の扱いを受けていたことから、オスマン帝国本国がこの戦争に介入しなかったため、アメリカ合衆国とオスマン帝国による全面戦争を発展することはなかった。しかし、今までヨーロッパ諸国に、 地中海における手のつけられない存在として恐れられていたバルバリア諸国の支配下にあったバルバリア海賊が敗れたことはバーバリ諸国に通行料を上納していたヨーロッパ諸国に大きな衝撃を与えその後のアメリカ合衆国の北アフリカ中東のイスラム諸国に対する外交方針に大きな影響を与えているまたアメリカ海兵隊ではダーネの戦いが 初めての海外派遣での本格的な戦いであったこともあり、戦場で直接指揮を取り、決定的な戦力差を覆して勝利を収め、アメリカ合衆国の歴史において、海外の占領地に初めて正常期を翻した、プレスリー・オーバノンの指揮官としての功績とともに、海兵隊参加の歌詞、ツー・ザ・ショアーズ・オブ・トリポリに反映され、今日に伝えられている。 なお、1815年には、この戦争の講和条約が、トリポリ単体と締結されたとみなして、海賊行為を継続した、バルバリア諸国の一つであるアルジェとの間で、第二次バーバリ戦争が発生している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。